さあ今週も始まりました。本当にあった恋話、まずは S さんからの投稿です。はい、僕その日あのマリオメーカーの動画を50分撮ってたんですよね。それでまあ動画撮り終わった後ちょっとゆっくりしてたんですよ、ベッドで。それでまあゆっくりした後、あ、もう動画編集しなきゃなと思いまして、動画を編集することにしたんです。でまず動画のファイルをこう持ち出して、編集ソフトのところにポイって出します。ポイって出した時ちょっと何か違和感を感じたんですよね。あのなんていうの、あの声の波形みたいなのがあるんですけど、いやー、その声の波形みたいなところがあるんですけど、波形っていうのかな、波紋っていうのかな、なぜかそこが全部均一だったんですよね。あの喋ってる時ってなんかこう波形っていうか波紋がこう上下にザクザクしてたりするんですけど、なぜか普通だったんですよね。全部均一、何もかもが同じ。お前は死ね。それで声の波形が全部均一だったんですよね。それで恐る恐る動画を再生してみることにしたんです。そしたら気づきました。声が録音できてなかった。キャー！で、これあれか、リンクマリオを撮るやつなんか。オッケー。ちょ、お前どけよ、お前邪魔なんだけど。なんで俺今撮れたの、なんで俺今撮れたの、リンクマリオ。おかしくね、このゲーム。マジでホラーすぎない？あれだよ、音取れてな、自分の声取れてなかったんだよ。俺50分喋ったのに、俺50分をね、ドブに捨てたんだよ、マジで。しかもね、まあまあ俺の中でね、まあちょこっと、まあいい感じの動画だったのにね、声が入ってなかったんですよ。ホラーすぎません？ちょっと待って、これリンクマリオ欲しいんだけど。で、これあれか、赤コインどんのか。お前やめろ、お前やめろ、本当にやめろ、お前やめろ、お前やめろ、怖すぎ、怖、よしよし、オッケーオッケーオッケー。で、これ最後の赤コインいただきます。死ね！あれ？死ね！よし。マジでさ、ナイタはその時、50分無駄にしたんだよ。悲しすぎない？俺せっかくさ、もう今日は気合入れて動画撮ろうと思ってたのに、ちょっと待って、これもう無理無理、これちょっとリンクマリオ欲しい。どけ！お前ら邪魔！やばい！いや、これさ、ジュニアちゃんもうこれ死ぬっしょ？オッケー。よっしゃ。はい。はい。で、これ何？うわ、待って。左行くわ。邪魔！邪魔こいつマジで、このキノコ女ふざけやがって。邪魔なんだよ、お前さっきから。もううざすぎこいつ。なに、お前俺に恨みでもあんの？うわぁ。いや、もう殺すからね。俺絶対こいつのこと殺すから。はい！はい！いや、もう無理だ。すいません、ほんとにすいません。ほんとにすいません。爆弾こっち。よっしゃ、はいざま、はいざま、はいざま。ちょ、待って、キノコ女ちゃん殺そうぜ。ルイジ、じゃあ俺たちで先行こう。早くいいよ、先行っていいよ。一応やめて、俺に爆弾投げないで、怖いから。よっしゃ、よし、これもうゴールでいいよ。は？なんだこれ。いや、ゴールだ！いぃーしゃー！さ、最近8月になっちゃうじゃないですか。で、8月になってからなんか、セミが鳴き始めてない。セミさ、8月から鳴く生き物だっけ？これね、あー待って、俺このコースやったことあるんだけど、知ってるわ、このコース。てか、セミ、マジで鳴くの遅すぎない？あいつ。8月になってからようやくミン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 言うようになったんだよ。てかさ、あれだよね。梅雨が来んのも遅かったよね。はぁ！よっしゃー！負けたらカット。うわ、これバトルロイヤルコースじゃね？うわ、絶対そうだ。俺コース名見てなかったんだけど。いや、これあれだ、バトルロイヤルコース、じゃあ、もう一回言わして。バトルロイヤル系コースだから、これまだ別にここで条件奪わなくていいかな。最後の最後で美味しいところだけいただくっていう、俺の、この神戦法でいいか。ね、キノピオは誰だこいつ。なんか、俺と息が合うの、お前。頑張ろうぜ。一緒にマリオとキノピコぶちのめそう。こいつらだけはもう殺そう。いいね、いいね、ナイスだね。よろしくお願いします、そこ。まあ、とりあえずは、条件取らなくていいから。まず、ここで適当に、お話でもしてる。あ、最近あれっすね。暑いっすね。最近あれっすよ。夏になったから、セミの鳴き声聞こえるようになりましたよ。そうなんですね。やっぱ最近は夏ですもんね。そうでしょうね。誰だ、お前。お前あっち行け。お前はあっち行け。お前はあっち行け。俺はキノピオと話してんね。やめろ。いや、俺のキノピオ奪わないで。あっち行け。最近暑いっすね、ほんと。最近暑いっすね。ちょっとさ、多分あと3回ぐらいでゴール来ると思うから、まだ話してよ。最近暑いっすね、ほんと。なんかもう最近ね、暑すぎてもう死んじゃいそうっすよ。もうセミも干からびちゃいますよ、こんな。そうっすよね、やっぱり。で、待って、今さ、キノピコじゃない、キノピオがゴール条件持ってるんだけどさ、これ強すぎね。
俺を盾にしてんだよこいつ。俺を盾にしてるから一生ゴール条件奪われないんだよね。で、どうしよう。で、これさ、もうキノピオゴールさせちゃうから。でもこれひどすぎないマジで。え、キノピオ無敵なんだけど俺が離れない限り。どうしようね。いいや、俺はもうこいつにゴールしてもらいたいから、もうこいつにゴールしてもらおう。マリオとキノピオなんか悪いね。ごめんね。もうこれもね、一つの戦略だから。あ、来たわ。はい、ゴール。え、またバトルコースかよ。これね、暗黒の矢印迷路ってコースだったんだよね。ちょ、これやってみるか。ちょ、俺の実力見せてあげるわ。え、あ、待って、やばい、やばい、行くの忘れた。ね、なにこれ、上、上、下、下、上、下。あ、これ覚えるんだ。記憶系コースか、任しとけ。上、上、下、下、上、下ね。あれ上、上、下、下、上、下ね。俺、今度はもう間違いないから。これ、上。はい、下。あ、違う、上だ。上、上、あー、これ大丈夫だ。これミスっても平気だ。上、上、下、下、上、下ね。オッケー、オッケー。俺多分ね、記憶力ならね、誰にもね、負ける自信しかない。で、これ、下。え、まさかこれもう終わりとかじゃないよね。下。下、右、右、下、じゃあ左、下、右、右、上、左、上、右。ごめん、もうわかんない。もうこれもう行くしかない。あ、違う、間違いだった。間違う、もうこれわかんないからさ。もうこれみんなについていくしかないんだけど。で、これちょっとここは覚えてる。左下からの右で、一回ね、いや、これ多分右じゃない？で、右上だ。右上からのこれね、右斜め上みたいな、そんな、あった気がする。違うな。これこっちじゃない？来た！あいつらバカだ！あいつらバカだ！よっしゃ！え、これ来たんじゃない？あへへへへ。ビルダーヒルズだって、これビルダーマリオ出てきます。これはね、回収した方がいい。絶対ビルダーマリオだけは取っておいてもいい。もう性格の悪いプレイできたらもう勝ちみたいなとこあるからこのゲーム。なんでみんな取んないの？これ出すよ俺。とりあえずビルダーダッシュレイ食らって。もうさー、俺せっかくビルダー出したのにさー、もうなんで俺もこんな、え、これさ、左の土管勝ちじゃないの？え、これ絶対左の土管なんかあるって。いや、キノコはどうでもいいって。あれ出てこないビルダーマリオが。いや、これビルダーマリオ。いや、これみんな土管入ってか。オッケー。多分これまだあるわ。多分一応地下に入って、ビルダーで掘削作業してなきゃいけないでしょ。オッケー、任しとけ。これ勝ちます。いや、これもう死んだから、もうあれだ。あれやるしかないわ。非義ショートカット。これ多分伝説のショートカットね、見せれると思う。みんな見とけ。涙注意。ここね、ここね。これ勝ちました。みんな見といてください。ほら、これ絶対ほら、秘密の。なんかバグってるんだけど。ちょっと待って、俺のコントローラーポンコツでさ、なあ、こう、わかるかな？勝手に Y の入力が押されるみたいな。そんなことあんだよね。ちょっとさ、こいつ動くの遅すぎね。マジで。遅すぎ、君。これ、なんか、何かあるごとに Y 押されるんだけど、うさすぎ。もうあれだ。新しいコントローラー買いますわ、僕。もうダメだ。このね、Amazon で買ったポンコツコントローラーはね、やっぱマリオに適してない。で、なんでこっちに来てくださいって言ってんの、この人。これさ、負けたくね？あれ？この秘密のショートカットって何だったの？ビルダーヒルズって何だったの？これビルダーマリオ要素なんかちょこっとでもありました？なんか全然感じ取れないんですよね、ビルダーマリオ要素。で、はい、スネークブロックで。おお、お前いつまでくねくねしてんの本当に。ね、本当に怖いからやめてよ、君。な、動き怖すぎ。いいや、これもうあのハテナの上乗るわ。もうそれしか方法ない。こっちに来てください。なんで？なんで？ゴールでじゃないでしょ。待って。いや、あるある、土管あるわ。これ秘密のショートカット多分大成功だ。ありがとう。もうあいつらね、ゴールしてるわ。ゴール前にいるから、せめて俺もね、一緒に入る。で、ここはね、どこまで、あ？え？ちょっと待って。入れないんだけど！はぁー！もう、なんだこのゲームは！はぁー！なんかね、もうやる気が出ないから、もうこれやったら終わりにしようかなと思います。最後ぐらいね。勝たせてください。で、これ、ファイヤー勝ちました。このね、クソチビルイージャー、ファイヤー持ってやんよ。で、しかも俺、戦闘取れたんだよ。これ、どういうことかっていうと、勝ちだね。これ、あれだ、クリボー一体も処理せずに、ルイージにちょっと負担をかけていこう。で、これは、ちょっと上からズルしていきます。これ、来たんじゃない？多分、この土管でしょ？来た。で、キノピコも当たり前のように不正してきてるんだよね。で、しかもゴールなんだよね。あ、どうも、こんにちは。今日ね、母親のメーカー、すごく話を思います。あと、とっても眠いんだけど、今。マジで。眠すぎ。眠すぎスペシャルでこれ猫マリオ撮りたい。いやー、ちょっとこれはどうしよう。これ猫出るまで待つか。死ね。やばい。もうすぐ猫を食っしょ。
早く開いてよ。なんでこんな開かないの。いや俺は信じてるからね、猫ちゃんが開けるの。あれ、わからないんだけど、どうしたあいつ。なんか今日はやる気ないのかあいつ。おお、ナイス頭。で、これ赤コイン必要なのかな。これ赤コイン必須ステージかな。そうだとしたら、中間取るぞ。いや、これ赤コイン必須ステージだったらマジ助かる。赤コイン必須じゃなかったらもう死ぬって感じ。やばい、誰か、ルイジが鍵持ってない、これ。いや、持ってるわ。待って、これやばい。ルイジ指名手配。殺す。殺す。やばい。ワンボックスさっきのあいつら。いや、この先まだあるわ。いや、この土管の後、ここで、争ってくれ、頼むか、みんな。いや、これ、あら、あるわ、ないわ、ないわ、ないわ。なにこれ。1の1じゃない、また。もう、1の1はね、もう、やりが来た。あれ ?4 つ目のショートカット土管がないんだよ。どこ行ったの ?4 つ目のショートカット土管。なんだこの1の1。変だぞ、この1の1。よくよく見たら背景おかしいし。で、あいつ、キノピオどこ行ったあいつ。あいつ、ショートカット土管入って、ないな、あいつ。いや、あいつ何してたんだ。まあいいや。なんか知らんけど、俺1位取れてるし。あれ?なんか俺今日うまいな。なんか今日ね、俺の中のマリオの日がね、来ちゃってるんだよね。やばい、マジで眠気取れないんだけど。で、これコース名がワールド1位のキャッシュルーだって。で、これ、なんか、いや、これ鍵どこだ?これどこで鍵取ってくるんだ?いや、このハテナにある説。いや、キノコあります。ちょっと出して。ナイス。よし、じゃあ出していいよ。君のキノコ出していいよ。俺がもらうから。よし、じゃああれだね。じゃあ鍵持ってくるまで待ってようか、ここで。え?あ!鍵持ってる。あ!っていうか俺鍵奪っちゃった。うわぁ!やばい、これ入られちゃう、入られた、バードムが。よし、でもこれまだあると思うよ、俺は。いや、これ絶対ボス戦あるわ。もうこういうのって、基本ボス戦あるから。ない方がおかしいから、もう。で、これなんだ?いや、猫マリオであれか、これ猫マリオでクッパのさ、何?この位置情報を変えられるんだけど、それ使ってブロック壊すんだわ。ナイス猫にゃお。じゃあマリオはあの猫なしで行ってください。で、これはピースイッチ押してください、スペシャルじゃない。早く誰か押して。いや違うな、これ上にワンボックスあった。うわー、みんな頑張って、俺応援してるから。は?え?なんで?なんで?やばい、もうめちゃくちゃ眠気取れないんだけど。ちょっと一回、ちょっと20分ぐらいちょっと目閉じてきていい?ちょっとこれ勝ったら目閉じます。絶対俺も勝てるわ。これ絶対簡単だわ。これ難しくないと見た。この俺の計算は間違っていない。そしてあそこにあったキノコ欲しかった。そして花ちゃんを華麗に受けていく。死ね死ね、やばい、やめて。はい、オーケー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 、ナイス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 。で、これさ、あ、下っ側に道ねえよ。終わった。あ、ちょっとキノピオさん、ちょっと待って。ちょっと待って。あれさ、これってさ、この緑色のプクプクってさ、空中だと踏んでいいんだっけ?な、水中だとあれ触れたら死ぬけど。まあいいや。もう行こう。で、キノピ落ちてた。はい、バカ、はい、バカ。で、キノピコどこ行って、土管入ったと。ぶっ殺す。で、こっからドクルマスペシャルで、ね、オッケー。任せてみて。俺、ドクルマごときで死なないから、マジで。ドクルマでね、俺、積むような男じゃないから。まあ、これはもう一回食らって、あの、時短でご利用していこう。で、これ、キノピコちゃん、お前は死ぬね。ちょっと、本当に、どっかでチャンスをください。神様、仏様、俺様。はぁ?よっしゃー、オッケー、セーフ。いや、これね、ないわ。なぜか、ルイージとキノピオが言ってるんだけど、あいつらいつの間に来た?なんで?なんであいつら来てんの?本当に。聞いてないよ。話が違うって。もうこれ、負けたらカットします。はい、寝てきました。眠気は一切取れません。負けたらカットドゥエース。うわ、なんだこの手の込んだコース。これマリオカートやるやつじゃん。コース名マリオカートだったもんな。え、待って。え、これも、え、これも、無差別にいきなり始まるんだ、このマリオカートって。はい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 。で、車乗って、これ行くわ。俺一番手で車乗ってんじゃない?ルイちゃん死ぬな。お前絶対死ぬからマジで。邪魔!どいて!は?は?は?あいつ俺の車壊したんだけど。は?俺まだ車検払ってないのよ。は?ふざけんなよお前。マジで俺の車返せ。あいつ、いやこれこっちだろ。あいつバーカー、あいつバーカーだ。あいつバーカーだ。よっしゃ。よっしゃ。これも勝ちました。これも勝ちました。慎重に行きます。慎重のプレイだし。なんであいついんの?なんであいついんの?え?なんでなんで?なんでお前来てんのここに。意味わかんない、意味わかんない。いや、これ、取り越します。どっかで取り越します、こいつのこと。いいここよしこうはいはいはい、うまいうまい、俺先頭取ってる、はい先頭取ってる、はいもうルイジ君負けました、はいもうさよなら、バイバイ、俺さよならホームラン、バイバイ。よしオッケーオッケーオッケー、ナイス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 。うまいうまいうますぎるうますぎる。うますぎるうますぎる、かわし力が人間じゃないもん。勝ちました、これ勝ちました。もう早送りでも何でもいいですよ、もう。はい、これもう勝ちました。こっちだ、こっち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 。
で、これ、ね、鍵取って。あ？ん？あれが戻ってきてない？は？戻されたんですけど。は？え、これみんなでバトリオコースだよね。え、なんでバトリオコースで戻すなんてそんな愚かなことすんの。ねえ、もう俺鍵取られたらどうしてくれんだ、マジで。このクソコースの制作者、マジで。お前恨むからな、マジで。絶対コースの評価ダメ押してる、これ負けたら。許さないから、マジで。こっからだね、バカ！バカ！あいつはこのコースの仕組みに気づいて、これが正解なんだよ、バカ。何このコース。めちゃくちゃ嫌な記憶しかないんだけど。いやー、だよね。鍵ではあるよね。だと思ったわ。じゃあみんな、頑張ってきて。俺みんなのこと信じてるから。え？待って！やばい！ちょっと待って、下っ側で俺遊んでたんだけど。やばい！ルイージが鍵持ってるんだけど。やばい！本当に今やばいんだけど。やばい！今、ルイージがね、めちゃくちゃやばい。やばい、殺す。待って、下で遊んでなきゃよかった。ちょ、キノピコ閉じ込めて遊んでたんだけど。やばい、終わったかも。いや、バチが当たったって言おうと思ったけど、これ当たんねえわ。殺す。こっから殺す。邪魔だよ、お前マジで。いや、こっから殺します。殺せません。終わりました。ありがとうございました。やべえ。コース名一切見切れんねえけど。何もわからない。このコースがどういうコースなのかわかんない。いや、これは、アイテム取らない。いや、もうこれはアイテム取らない。モサプレイでいくわ。はい、まず、あれ、マリオモサが死んでる。キノピコモサも死んでる。で、ルイージモサ。はい、残念、俺先行きました。はい、残念。君たち、下手くそ、やる気がない。感じられないね。はい、これ、ブラックパックに当たらないよね。あ、緑パックに。はい、もう適当に行きましょう。はい、落ちましょう。